暗号通信の要、共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式。おはようございます、マサルです。今回は暗号方式について一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題にチャレンジしてください。 IT パスポート平成29年秋、問い66。公開鍵暗号方式と共通鍵暗号方式において、共通鍵暗号方式だけが持つ特徴として適切なものはどれか。あ、暗号化に使用する鍵を第三者に知られても安全に通信ができる。い、個別に安全な通信を行う必要がある相手が複数であっても鍵は一つで良い。う、電子証明書によって鍵の持ち主を確認できる。え、複合には暗号化で使用した鍵と同一の鍵を用いる。どれが正解でしょうか？ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は A、 複合には暗号化で使用した鍵と同一の鍵を用いる。これが共通鍵暗号方式だけが持つ特徴です。それでは解説をしていきます。まずは暗号化技術についてお話ししていきたいと思います。今やインターネットは私たちの生活に欠かすことができないものになりました。しかしインターネットは便利な反面、悪意のある第三者が存在しており、被害に遭ってしまうこともあります。例えば盗聴です。悪意のある第三者はやり取りしているデータを不正に盗み取ります。データを盗聴されては安心してインターネットを利用することができませんよね。そこで暗号化技術によってデータを暗号化します。暗号化してデータをやり取りすれば、第三者はデータを見ることができなくなるので盗聴対策をすることができます。次に暗号化でよく目にする言葉について説明します。まず暗号化という言葉、暗号化とはデータを第三者が見てもわからないように変換することを言います。送りたいデータのことを平文というのですが、平文を暗号化することで暗号文となります。暗号文の状態でデータを送ることでインターネットを通じて安全にデータのやり取りをすることができます。ただ暗号文を受け取った受信者は暗号文のままでは送信者がどんなデータを送ってきたのかが分かりません。そこで複合を行います。複合とは暗号化されたデータを元の形に戻すことです。複合して平文に戻すことで受信者は送信者がどんなデータを送ってきたのかを理解することができます。では次にどのように暗号化してどのように複合するのかについてお話ししていきます。暗号化方式は大きく共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式に分かれます。共通鍵暗号方式は同じ鍵を使って暗号化と複合を行います。共通鍵暗号方式は別々の鍵を使って暗号化と複合を行います。それぞれの暗号化方式を詳しく見ていきましょう。まずは共通鍵暗号方式から見ていきます。共通鍵暗号方式は同じ鍵を使って暗号化と複合を行います。流れで見ていきましょう。クライアントがショッピングサイトにアクセスしています。気に入った商品があったのでクレジットカードを使って購入しようとしている状態です。クライアントはクレジットカードの番号をサーバーに伝えようとしています。もし暗号化していない状態でクレジットカードなどの大切な情報をインターネットを使ってサーバーに送ってしまうと、ショッピングサイトを運営しているサーバーにクレジットカードの情報を伝えることはできますが、ショッピングサイトだけではなくインターネットの中にいる悪意のある第三者にクレジットカードの情報が盗まれてしまう可能性があります。インターネットは様々な人が利用しているネットワークなので、安全性を担保して利用する必要があります。そこで共通鍵暗号方式では、共通鍵を使って暗号化と複合することで安全な通信を担保します。クライアントはクレジットカードなどの秘密にしたい情報を共通鍵を使って暗号化します。宝箱の中に秘密にしたい情報を入れて共通鍵を使って鍵をするようなイメージです。この時宝箱に存在する鍵穴は一つだと思ってください。宝箱には鍵穴が一つあって、共通鍵を使って鍵をかける。この状態が共通鍵で暗号化されているイメージです。暗号化した状態でオンラインショッピングのサーバーにクレジットカードの情報を送ります。暗号化された情報を受け取ったサーバーは共通鍵を使って情報を取り出すことができます。大切なポイントは共通鍵を持っている人だけが中身を見ることができるということです。悪意のある第三者は
この暗号化された状態のデータを手に入れたとしても共通鍵を持っていないので中身を取り出して見ることができません。このように送信者と受信者が同じ鍵を使って暗号化と複合する方式が共通鍵暗号方式です。では次に公開鍵暗号方式を見ていきましょう。公開鍵暗号方式は別々の鍵を使って暗号化と複合を行います。先ほどと同じ例で説明していきます。クライアントはオンラインショッピングサイトのサーバーにクレジットカードの情報を送りたいと思っています。公開鍵暗号方式を使うとどのような流れになるのか見ていきます。公開鍵暗号方式の場合、まず受信者が公開鍵と秘密鍵という鍵ペアを作ります。この鍵ペアは面白い作りになっていて、鍵穴が2つある宝箱を使って暗号化と複合するイメージです。宝箱の公開鍵の穴に公開鍵を使って鍵をかけた場合、秘密鍵を使って宝箱からデータを取り出すことができます。つまり公開鍵で暗号化して秘密鍵で複合することができるということです。先ほど説明した共通鍵暗号方式と違って別々の鍵を使って暗号化と複合していますよね。受信側であるサーバーは公開鍵と秘密鍵の鍵ペアを作ったら、私と暗号通信をしたければこの公開鍵を使ってくださいというように公開鍵をインターネットに公開します。クライアントは通信したいサーバーの公開鍵を手にすることができます。この時インターネット中の悪意のある第三者も公開鍵を手に入れることができますが、問題はありません。クライアントは大切な情報を送るときに受信者の公開鍵を使って暗号化を行います。暗号化したらその暗号化したデータをサーバーに送ります。サーバーは秘密鍵を使って複合することでデータを取り出すことができます。この時暗号化されたデータはインターネット中の悪意のある第三者に盗まれたとしても、悪意のある第三者は秘密鍵の情報を持っていないので複合することができません。なのでクライアントとサーバーは安心してインターネットを使ってデータのやり取りをすることができています。ここまで勉強した共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式を比較してみましょう。共通鍵暗号方式は同じ鍵を使って暗号化と複合を行います。公開鍵暗号方式では別々の鍵を使って暗号化と複合を行います。2つの暗号方式についてお話ししてきましたが、そもそもなぜ2つの暗号化方式が存在するのでしょうか。共通鍵暗号方式で安全に通信できるのなら公開鍵暗号方式はいらない気がしますよね。それではなぜ公開鍵暗号方式が必要なのかというと、実は共通鍵暗号方式には致命的な弱点があります。それが共通鍵をどうやって渡すのかという問題です。共通鍵暗号方式では事前にクライアントとサーバーが共通鍵を持っている必要があります。初めて通信をするときにはもちろんお互いに共通鍵の情報を持っていません。つまり共通鍵暗号方式を行うために送信者と受信者では事前に共通鍵を共有できていないと利用することができないのです。この問題を解決するために公開鍵暗号方式があります。公開鍵暗号方式では暗号化するための公開鍵の情報を公開することができます。公開することができるので公開鍵の情報を簡単に送信者に渡すことができます。ということは公開鍵暗号方式の方が便利そうですよね。じゃあ全部公開鍵暗号方式で暗号通信をすればよいと思うかもしれませんが、公開鍵暗号方式にも問題があります。それは公開鍵暗号方式は処理が遅いという問題です。共通鍵暗号方式の場合は暗号化と複合に同じ鍵を使うのでサクサク処理をして高速に通信をすることができるのですが、公開鍵暗号方式の場合は暗号化と複合に別々の鍵を使うので計算がやや複雑で処理にどうしても時間がかかってしまいます。なので公開鍵暗号方式で暗号通信をしようとすると処理に時間がかかってしまい通信が遅くなってしまいます。このように共通鍵暗号方式は処理が早いけれど共通鍵の渡し方が難しい。公開鍵暗号方式は公開鍵を渡してすぐに暗号化できるけれども処理が遅い。それぞれの暗号化方式にはメリットとデメリットがあります。なんとか両方のいいところ取りができないかなと考えて作られたのが
次に紹介するハイブリッド暗号方式です。ではハイブリッド暗号方式について見ていきましょう。先ほど共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式にはそれぞれメリットとデメリットがあることをお話ししました。ハイブリッド暗号方式は共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の良いところを組み合わせた暗号方式です。流れで説明していきます。クライアントはサーバーと暗号通信をしようとしています。サーバーは公開鍵暗号方式ができるように公開鍵の情報を公開しています。公開鍵で暗号通信をすると通信が遅くなってしまうので、できれば共通鍵を使って暗号通信をしたいです。ただこの共通鍵の情報をインターネットでそのまま送ってしまうと、鍵が悪意のある第三者に盗まれてしまう可能性があります。そこでクライアントはハイブリッド暗号方式を使って共通鍵をサーバーに届けます。まずクライアントはサーバーの公開鍵の情報を入手してきます。サーバーの公開鍵を入手したら、その公開鍵を使って利用したい共通鍵を暗号化してサーバーに届けます。サーバーは秘密鍵を使って共通鍵を取り出すことができます。無事にクライアントとサーバーで共通鍵を手に入れることができました。これ以降の通信は共通鍵を使って暗号通信を行います。このようにハイブリッド暗号方式を使えば、公開鍵暗号方式を使って安全に相手に共通鍵を届けることができます。すごいよくできていますよね。それではここまで勉強した内容を使って練習問題に挑戦してください。 IT パスポート平成28年秋問い97、公開鍵暗号方式と比べた場合の共通鍵暗号方式の特徴として適切なものはどれか、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、い、暗号化と複合を高速に行うことができるのが共通鍵暗号方式の特徴です。もう一問いきましょう。 IT パスポート令和4年問い60、公開鍵暗号方式で使用する鍵に関する次の記述中の A、B に入る軸の適切な組み合わせはどれか。それぞれ公開鍵と秘密鍵を持つ A 社と B 社で情報を送受信するとき、他社に通信を傍受されても内容を知られないように情報を暗号化して送信することにした。 A 社から B 社に情報を送信する場合、 A 社は A を使って暗号化した情報を B 社に送信する。 B 社は A 社から受信した情報を B で複合して情報を取り出す。適切な組み合わせはあ、い、う、え、どれでしょうか。それでは正解の発表です。正解は A の組み合わせが正しい組み合わせです。問題文が少し複雑ですが、先ほどの図を思い出してください。今回の問題の場合、 A 社が送信者、 B 社が受信者です。送信者である A 社は受信者である B 社の公開鍵の情報を使って暗号化します。 B 社は複合をするために自分の秘密鍵を使って複合します。なので A の選択肢が正しい組み合わせです。今回はさらにもう一問頑張ってみましょう。 IT パスポート令和5年問い86、ハイブリッド暗号方式を用いてメッセージを送信したい。メッセージと複合用の鍵の暗号化手順を表した図において、メッセージの暗号化に使用する鍵を1として、1の暗号化に使用する鍵を2としたとき、図の A、B に入る軸の適切な組み合わせはどれか。正解はあの組み合わせが正しいです。これも少し複雑な問題ですよね。まずハイブリッド暗号方式について思い出しましょう。ハイブリッド暗号方式は共通鍵を使って送りたいデータを暗号化します。今回の問題で言うと、メッセージというのが送りたいデータです。送りたいデータを暗号化するのは共通鍵ですよね。なので A は共通鍵です。ハイブリッド暗号方式は共通鍵を相手に送るために公開鍵暗号方式を利用します。共通鍵は受信者の公開鍵を使って暗号化されて受信者に渡されます。暗号化された共通鍵と暗号化されたメッセージの情報が受信者に送られていきます。そういう流れがこの図で表されています。ちなみに受信者は受信者の秘密鍵を使って共通鍵を取り出した共通鍵を使って暗号化されたデータを複合します。
ちょっと複雑な問題ですが、共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式のメリットとデメリットを理解して、ハイブリッド暗号方式を勉強すれば理解しやすい問題だと思います。それでは最後に復習をしていきましょう。 IT パスポート平成29年秋問い66。公開鍵暗号方式と共通鍵暗号方式において、共通鍵暗号方式だけが持つ特徴として適切なものはどれか。正解は A。 複合には暗号化で使用した鍵と同一の鍵を用いる。これが共通鍵暗号方式だけが持つ特徴です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押して応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。